さあ再度変わりまして、これより松永は画面向かって右から左に攻める格好になります。これより第2クォーターです。松永相手陣、19ヤードの位置からのファーストアンテンとなります。松永ブレイザーズ敵陣18ヤードのファーストアンテン。ここでランプレーから入りました。クォーターバック2番パスを投じようと下がりましたが、ディフェンスのカバーよしと判断して緊急発進のランプレー、スクラムに変わりました。この判断構想しまして、一気に攻撃権更新となっております。松永ファースナー見事攻撃権更新果たしました。スクラムを決めたのは松永、クォーターバック2番の山西でした。近畿大学出身のプレイヤーです。彼の加入が松永2部昇格の決定打となりました。松永ファーストダウン10、失礼しました、ファーストダウン2ゴール、残り8ヤードの状況に変わっております。さあランプレイター、まずランニーバックに託しまして右奥ガード付近をつきました。キャリア14番一周点に体をねじ込みまして約2ヤードから3ヤードのゲインに変えています。キャリア14番は橋本、滋賀大学出身のプレイヤーです。松永ブレイザーズセカンダウン2ゴール、残り6ヤード。さあ再び14番ハンドオフから中央突破を同じく敢行しました。密集点をガーラネジ込むように進みまして約4ヤードから5ヤードのゲインに変えております。しかしエンドゾーンにはまだ届いておりません。サーダウンの状況に変わります。ランはサードダウン、ゴールまでは残り3ヤード、残り3ヤードまで迫っております。さあこの3ヤードの攻防を注目しましょう。サーダウン3回目の攻撃、サーダウン2ゴール。相手の意表をつくようにランプレーをフェイクしまして、そのまま自ら中央に体をねじ込みタックル受けながらエンドゾーンに倒れ込んでタッチダウン。松永クォーターバック山西のランによりましてタッチダウンを重ね13点にその得点変えております。そしてタッチダウンの後のトライフォーポイントに入ります。キック決まりました。1点追加、松永ブレイザーズ14点、磯野スーパースターズ0点、そのスコア広がる形になっております。磯野スーパースターズ0点、松永ブレイザーズ14点です。松永ブレイザーズがリードしています。タックル受けながらクォーターバックと思える非常にタフなランでエンドゾーンに体をねじ込み見事追加点を挙げリードを広げる形に松永なっております。アメリカンフットボールの得点パターンは大きく分けて2通り、ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポストに蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点入ります。タッチダウンはその後にワンプレーありまして、ここでキックを決めると1点、エンドゾーンに持ち込むと2点、さらに加点となります。この結果自殺点になります。自陣のエンドゾーンで倒されるセーフティーのパターンを加えるとアメリカンフットボールの得点は2点、3点、6点、7点、8点の5通りになります。この足し算の組み合わせそして選択によりまして駆け引きが行われ、試合の勝敗を決する決着をつけるゲームとなっております。さあその得点を挙げました松永のキックオフで試合再開となります。さあその何としてもここで状況を覆す得点反撃を、狙いたいところではあります。さあ磯野リターンに入っていく、これはいい、大きなリターンを避けようとしまして手前に蹴りましたが17番これを逆らうように中央に体をねじ込み一気にハーフウェイ付近近くまで戻しまして、この位置から磯野の攻撃に変わります。リターナー17番江崎晴美選手が、さあこのリターンを起点とするでしょうか。
木曽のスーパーサーズ、ここより攻撃に入ります。リターンしましたのは17番の江崎でした。愛知学院大学出身のプレイヤーです。さあこのリターンによって弾みがつくでしょうか。ボールオン自陣45ヤードからの攻撃になります。木曽のスーパーサーズファーストアンテ、磯野まずクォーターバックがランプレーを展開しました。しかしここで反則が発生した模様です。イエローフラッグが投じられております。フィード上審判団によります黄色いウエストが落とされますと、これは反則発生を意味します。果たしてこれがどちらの方に反則があったか、まもなく審判団からその内容がコールされます。ディフェンスの反則です。ビローザウエスト、相手の膝から下へヒットしに行く行為です。この行為は危険な行為となりまして、攻守ともに禁じられております。これをディフェンス側は犯しました。結果的にこれによりまして大きく罰則を受ける形になりまして、磯野は大きく前進する格好になりファーストダウン更新となります。それを誘発するような見事なランを決めたのはクォーターバック7番の足立でした。名古屋商科大学出身のプレイヤーです。28ヤードよりファーストダウン。さあこれによりまして相手陣の27ヤードの位置からの磯野スーパースターズファーストダウン10。さあ中央へのランプレーを投入した。ここで今度はランニングバックのランプレーによって中央突破を図りました。しかしここは翔英もディフェンス陣集まりまして、このランを阻止する形になっております。キャリアは22番のプレイヤーでした。それをタックルしましたのは翔英の43番の模様です。キャリアとなりました22番は今井、金沢大学出身のプレイヤー。それを仕留めたのは43番の三上、チームキャプテンです。近畿大学出身。磯野スーパースターズセカンドダウン8。これも翔英対応します。今度はクォーターバック自らがキープしました。決め打ちの左オープンスイーププレー、相手ディフェンスを吐き取るようにブロッカーをつけまして、左オープンの突破を図りましたが、しかしそれを手繰り寄せるように翔英がディフェンス陣に襲いかかりまして、このランをほとんど阻止しサードランに変えます。ノーゲインとしており、ランはサードラン、ファーストラン更新までは残り9ヤード。さあサードライン、磯野突破なるでしょうか。パスは通った。パス成功。さあ中央付近におりましたレシーバー86番にパスを通しました。ここからキャッチアンドラン図らんというところでしたが、しかし攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。しかし密集で見事にキャッチしましたのは磯野スーパーサーズ86番のカンナでした。兵庫、失礼しました、姫路工業大学出身のプレイヤーです。姫路工業大学は私も在学時姫路独協大学の選手として常に、ライバルとして歯を争っておりました強豪チームでした。さあフォースダウンスリープレーします。磯野フォースダウンギャンブル。さあどうなったか、攻撃権更新です。磯野スーパースターズファースター磯野スーパースターズファースター。ここで磯野はクォーターバックランも展開しました。今度はクォーターバック自ら密集点に突入、左スタックル付近体をねじ込みまして見事ギャップ成功、攻撃権更新しファースターとしています。見事攻撃権更新果たしましたのは磯野スーパースターズ7番の足立、名古屋商科大学出身です。さあ攻撃につながりました。磯野スーパースターズ相手陣16ヤードからのファーストダウン10。ファーストダウン10。インターセプト、ターンオーバー。攻守交代です。
ここで磯のパスプレーによって一気に前進を図らんとしました。しかしそこでパスを取りましたのは、ショーエイブザーズ31番、レシーバーがキャッチ損ねました。そのボールを見事に手繰り寄せまして、攻撃権を奪取、攻守攻撃権取り返し、ショーエイブザーズに攻撃権を取り戻しました。見事インターセプトしましたのはショーエイブザーズ31番の山根でした。滋賀大学出身のプレイヤーです。ショーエイブレイザーズ自陣15ヤードよりファーストダウン10。さあ磯野の猛攻を忍びました。ショーエイ攻撃権取り返し、自陣15ヤードからの攻撃に入ります。さあまずクォーターバックがランを展開しました。クォーターバック2番、パスを投じると見せかけ、そこから右オープンがランプレー、相手のディフェンスを手繰り寄せるように見事なカットボックを切りまして、約8ヤードのゲインを果たしております。巧みなランを展開しましたのはクォーターバック2番の山西です。近畿大学出身。ショーエイブザーズセカンドダウン2。さあ中央へのプレー、ショーエイブレイザーズランニングバック29番にボールを託しました。判定はどうか。わずかに攻撃権更新には至っていない模様です。サードに変わります。ダウンはサードダウン。OC 様杖へのメッセージ、これはおそらく勝利に対してのある意味驚愕と賞賛のメッセージでしょう。ブルーライナーズ、そうですね、姫路工業大学の、ニックネームでしたね。こちらの方は、今聞きまして私もちょっと懐かしいなと思わせていただいております。さあいった、パス不成功ですが、イエローフラッグが飛びました。イエローフラッグが発生しました。反則発生の判定です。さあ一気にロングパスを奥に放りまして、そのまま前進図らんというところ、ここでレシーバーとディフェンダー交錯しました際に反則があった模様です。パスインターフェア、オフェンス15番、10番のペナルティー、サーバーを繰り返します。オフェンスの反則です。オフェンス側のパスインターフェアの反則です。パスインターフェアは前パスが浮いている間に相手選手を接触妨害する行為です。これはオフェンスディフェンスともにその反則の発生が可能性あります。先ほどのプレーはオフェンスのレシーバーが相手のディフェンスのインターセプトを防がんとする体当たりをしたようにも見えました。これによりまして反則の判定となりまして、ボールがありました位置から残り半分の距離を罰則受ける形に施行されまして、サードダウンやり直しとなります。本来の反則としては15ヤードのバッタリですが、先ほどはその距離が確保できないという残距離でした。これによりまして残り距離は半分という形で施行距離変わりまして、サードダウンやり直しという形になっております。アルコサンタ様、磯野もったいないのメッセージありがとうございます。先ほどのインターセプトを刺されたと思います。確かに今のインターセプトはかなり大きなプレーでしたが、しかしここで翔英側にも大きな過失のある反則があったという状況になっています。五十嵐さんもメッセージありがとうございます。今から視聴されているということですね。ぜひ、ここから、この試合をご覧いただきまして、この熱戦をご覧いただければ嬉しいと思います。さあ下がりまして、サードダウン10の状況の翔英、ここからどのようなプレーを持ってくるか。14ヤード、ここは磯野がディフェンス粘りました。クォーターバック下がり、再びロングパスを投じんとしましたが、ここにディフェンスライン陣殺到、クォーターバック2番、しかしそれをかいくぐり、なんとかその総力で突破を図ろうとしましたが、しかし最終仕留めましてフォースダウンに変えます。
この辺り双方素晴らしいテクニックの披露、そして執念あるプレーを見せております。しかしここで翔英はフォースダウンに変わりました。フォースダウン8、フォーメーションを変えましてパントフォーメーションを取ります。パントはキックによる攻撃放棄です。しかしそのキック力で陣地挽回図ります。さあ磯野リターンに入った、スピードに乗っている、まくっている、かわせるか、ナイスリターン。ここでしかしイエローフラッグが発生しております。見事なリターンを披露しました。リターンは84番でした。しかしこの過程でどうやら反則があった模様です。リターン中に磯野側に反則がありました。背後からの不正なブロック、ブラインドサイドブロックです。相手を後ろからボールを持っているチームは接触したりブロックしてはいけません。非常に危険な行為として判定されます。重大な反則として扱われまして反則発生地点から15ヤードの罰則を受けます。しかし、攻撃権そのものは確保する形には至っております。下がりました地点からですが、ここから磯野の攻撃に変わります。リターンそのものは大きかっただけに惜しいプレーではありましたが、しかし攻撃権は獲得しております。磯野スーパースターズ、結果的に自陣41ヤードからのファーストダウン10。さあ今度こそエンドゾーンを陥れることに成功するでしょうか。磯野スーパースターズの攻撃です。さあ中央抜けた、ナイスファーストダウン。ここで磯野まずランプレーを中央に投入しました。このランプレーキャリア25番一気に中央を抜けましてゲインしています。しかしここでイエローフラッグが投じられています。オフサイドディフェンスペナルティーフライ、プレーの結果フォースダウンです。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手側に侵入しておりました。フライングの形になる反則です。しかしこれを磯野取りません。先ほどのプレーを有効とし攻撃権更新です。磯野スーパースターズファースター。さあ磯野相手陣43ヤードに入りまして、ここから相手陣に入っての攻撃になります。さあ相手陣43ヤードの絶好のポイント、ファースターアンテン。これもナイスラン。今度はすれ違うようにランニングバックにカウンター気味にハンドオフし、左オープンへのスリープレー、クォーターバック自身がおとりになりまして、これが逃走しまし、そして左オープンも展開、見事に8ヤードのゲインとな、8ヤードから9ヤードのゲインとなっております。磯野スーパースターズセカンドダウン残り1ヤード。中央いった、ナイスラン、ファースト。翔英ここは確実に中央へのランプレーでこの1ヤードを獲得しました。32番見事に期待に応えまして攻撃権更新になっております。ショーウェーブザーズファース、失礼しました、磯野スーパースターズファースター見事攻撃権を更新しましたのはランニングバック32番中川でした。金沢大学出身のプレイヤーです。ランニングバック32番中川吉田選手、ここで2ミニッツウォーニングに入ります。
アメリカンフットボール今シーズンよりも X リーグ、その基本となりますカレッジルール NCAA ルールに2ミニッツウォーニング採用となりまして、今シーズンより2ミニッツウォーニングが導入されました。従来はプロでしか採用されなかった前後半でのレフリータイムアウト、2ミニッツウォーニング、これが入りましたことによりアメリカンフットボールは時間をかけた戦いが迫られるようになります。さあ残り2分を果たしてどのように行使しまして得点を狙いに行くでしょうか、あるいはディフェンスはそれを駆使しいかにして防ぐか、ここから注目しましょう。アルコサンタさんメッセージありがとうございます。近代 OB に負けるない人のメッセージ、磯野に対するパワフルなメッセージありがとうございます。ゴリラさんも同じく磯野池のメッセージありがとうございます。さあそのメッセージを抑えてかその現在構成に出ております。2ミニッツウォーニング解けました。磯野相手陣29ヤードからの攻撃であります。磯野スーパースターズファーストアウト、さあランプレーからいきました。今度はクォーターバック同じく逆について、今度は右側にキャリアを投入する、25番に投入しまして中央突破を図らせましたが、しかしこれは翔英許しません。1ヤードのゲインでとどめております。ボールを持った選手が中で倒れた場合は時計は回り続けます。この時間の進め方も駆け引きの一つです。磯野スーパースターズセカンダウン9、ゲインは1ヤードとしており、ランはセカンドダウン。これも翔英止めます。意表をつかんと中央へのランプレーを展開しておりますが、これも翔英ディフェンスライン陣踏ん張りまして、このランを阻止しサードダウンに持ち込んでいます。ここで磯野が前半1回目のタイムアウトを行使しました。ここで磯野スーパースターズ前半1回目のタイムアウトを要求。磯野としてはここでできる限りランプレーによって確実に詰めたいというところだったと思います。しかしそのランも2つとも翔英塞ぎました。結果的にここで一旦タイムアウトを取り作戦を取ります。残り時間前半は1分12秒となっています。身を取らない攻防戦が続いております。この第2節の X リーグのウエストの一戦です。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全チームによります共同企画によってこの配信実現しております。多くの方々にこの企画に労働いただけましたことによりまして、皆様にこの試合を YouTube 越しでご覧いただくことが可能になりました。皆様のご厚情大変感謝申し上げます。この企画現在も募集しております。願いましたら多くの方々に、この企画にご労働いただきまして今後の継続を期待しておりますのでよろしくお願い申し上げます。さあ2ミッツウォーニング解けまして、タイムアウト解けまして、そのスーパースターズサダン8、これは翔英止めた QB サーク。クォーターバック奥を狙わんとタッチダウンを狙うかのような身構えたフォーメーション、そこから構えまして通したかったところですが、そこに翔英96番が殺到。このクォーターバックを見事投げる前に仕留めました QB サーク、フォースダウンに持ち込みます。見事 QB サークしましたのは翔英ブザーズ96番の松田、近畿大学出身のプレイヤーです。さあ磯野はフォースダウン9、ここでフォーメーションを組んだ、ここでギャンブルします。磯野スーパースターズフォースダウン、ファーストダウン更新までは残り9ヤード。さあパスは通ったが判定どうか、パス成功。しかし攻撃権更新になりませんでした。4回目の攻撃更新という形、失敗という形になりますので攻撃権変わりまして翔英に移ります。磯野ここで98番にレシーバー投じまして、その体育生かしたパワフルなランによって攻撃権更新図りましたが、これを翔英残り1ヤードで食い止めまして攻撃権を奪い取る形に成功しております。翔英ブレザーズ自陣20ヤードより98番後藤、惜しいプレーでした。名古屋商科大学出身のプレイヤーです。
翔英ファーストダウン点。ここは無理をしません。クォーターバック自ら膝をつき時計を回します。翔英ブレイザーズ2ダウン、ゲームクロックを進めます。前半終了、ハーフタイム。ここで前半戦終了となりました。前半終えまして、ここまでの得点は磯野スーパースターズ、前半終えまして磯野スーパースターズ0点、翔英ブレイザーズ14点、翔英が2タッチダウンリードする形で前半戦を終えております。12分間のハーフタイムです。